まりでも大きい線がええよな。これぐらいがちょうどいいかな。すごいな、税金ばっかりもほんまにもうどこまでだ。その話じゃないけど、毎月毎月の話じゃないけど、社会保険料と厚生年金入れたらもう 45% 超えてますよね。どうなんかそういうのとか入れたらもう当然超えてません。 50% 超えてんちゃいますね、個人ね、昔だったら一期ですよね、でもね、あの王貞治が1億ぐらいの年俸持ってた時あるじゃないですか、あの時あの所得税の最高税率 70% とかやったんですよ。だそれから考えるとまだマシなんですよ。だから王さん1億もらっても3000万ぐらいしか手元残らなかったんですよ。今最高税率だもん。今45なんですよ。 45と住民税みんな10なんで55なんですよ。でもそこに社会保険入ってくるのかな。まあ入ってきますよ。昔もあったわけじゃないですか。でも高なってんで、だいぶ高なってますけど、そんな劇的にはねなってない。いや倍になってる。倍になってますかね。倍になってる。もう大体倍の感じがする倍、事業所たまらんもん、もう、まあ金額見たらね結構張ってますもんね。いや俺まだ所得税の方が可愛いなと思うで。あの社会保険と厚生年金の方がえげつなく見えるわ。まあ所得低い人にしたらそうですわね。でいずれ将来もらえると思ってるからまだみんな許してるけど、あれはもらわれへんと思っとったら、あれ税金と一緒でしょ、ある意味だって。一緒です、一緒です。あいつらからしたら、取る方からしたら、取られる方も一緒ですよね。あの当然払うべきもんやっていう。だどうせ払うんやったらもう税金って言って、もう強制金取れって言われてますもん、ね、税って言えやと思うよな、あいつらやらしいな、もうこれ暴動機なあかんぐらいけどな、ほんま先々でそのせっかく国民年金厚生年金かけてて、あの受給年が60か65になったりで70とかっていろいろなってきてるじゃないですか。で金額もね、物価すらで物価上がったら上げるよとかって言ってたのが今ちょっと怪しいじゃないですか、そうなると払った金額もらわれへんっていう話になってきたら、みんな気がついたら騒ぎ出しますよね、ってことでね。せっかくかけてて、あ、まあ、騒がんのちゃう、日本の人でも騒ぎたくなるよな、逆に日本の人賢いから、もう会社辞めてフリーランスか何かになって一生懸命税金払わないようになるんちゃうんですか、個人事業主で。インボイスで網かけたろみたいな、あいつらからしたら個人事業主多いですよね、フリーランスとか多いもんね今。そうですね、個人事業主はちょっと今まで美味しい思いしすぎたもんな。でもな、まあただね、その消費税って言われてますけども、それトータルの金額で押さえつけられてきた人も結構多いので、フリーランスは、所得があの相手のその取引先からですね、フリーランスで仕事もらってると、だから消費税なんぼ10万プラス1万消費税で11万ねとかって言ってても、まあ10万に負けてくれや、キリのええ東京にせいやとか言われるもんな、それもありますし、そもそもが消費税関係なくても11万の仕事やったりとか、それをただ単に内訳つけただけとかっていうのも結構あるので、まあそれは多いと思うわ、多いと思う。相手のがよ、あの強い関係が多いんで、どうしても向こうから言われたら言われた感じでいきますんでね。まああと決算まで2ヶ月なんやけど、俺なんか最近寝てる時にいろいろ考えんねんけど、消費税ってあれ実は間接税ちゃうんちゃうんかな、ほんまはこれ直接税ちゃうんかなと思ったりすることだな。そう、税理士としてはどうなん、解釈は。俺預かりじゃないと思ってんねんな、あれ。法人税もう一個増やしてるみたいな。まあつらほんまだな、そう。一応ね、最終に消費する人が全部負担してますよと。で、間に入ってるところは預かってる分と預けてる分差し引きした分だけ調整で払ってますよという解釈で、一応そのルールで言ってるんで、それはまあ形式的にはその通りやと思うんです。いや、消費税って言って分けるからそう見えてるんちゃう？
例えば100円のもんに 10% の消費税やから10円は税金ねと思わされてるだけで、ほんまは物価を上げるためにやってるだけで話しちゃうの、あんな勝手に物価上がるもんな、消費税導入したら。まあ見た目の物価ですけどね、一応税金ということは売上上がるってことやわな。でも売上上がってるって思われるのは、その経理方法でも税込み経理っていうところだけですよ、うん、税抜き経理っていう方法もあって、うん、もう花からこの処理するときに消費税は抜いた、あの税抜きの金額で上げていって、うん、で消費税の部分は仮払い消費税とか仮受け消費税っていう、うんうん、その資産負債で処理する方法もあるんです、うん、それでやったら、まあ、そう見ると預かりとも見えるんやろな、はいはい。いやでも俺が財務省の職員でちょっと頭良かったら、法人税はあいつら全部費用で消してまいよなと、うん、法人税まともに払ってない会社多いと、うん、これどうやったら絶対取れるかなと思ったら消費税やなってなるよな、法人から取ったろうみたいな。まあ法人赤字でも消費税払って払うとこ多いっていうのはありますよね、うん、第二法人税みたいなまあ一応ね、広く浅く取るって言われないですよね。消費税 1% でだいたい2兆円税収になりますのでね。そんな法人利益出てベンツ3台も4台も買われてね、焼却2年で取られた金なんだから、いつらとかこれ消費税消費税で取ったらみたいな。まあ消費税で一番困るのは年金生活者とかですね。そうですよ。そうですよ。少ない中で消費税、あのみんなと金持ちと一緒のに取られる。そうですよ。だから物価が上がるってことですよ、うん、簡単にあれ消費税 15% なんかされてしまったら 5% まだ上がるってことですよね、物価が、そうですね。だから低所得、可処分所得の低い人ほど困りますわ。そうですね、うん、腹立つわほんまに。もうええ加減やめろや消費税と思えよな。もうもうやめれないですね。絶対やめへんな、やめるはずがないな、あの連中、うん、ややこしい、ほんまに。上げてくんのかな、ほんでまた。まあ、社会に投げざるへんでしょうね。な、分けるかもからな、贅沢品とかいろんなな、嗜好品とかな。昔みたいにね、昔は物品税って言ってね、物品税、あの消費税ない当時はね、あの贅沢品だけ、消費税残して 10% 温存したままで物品税ってやってくるかもからな、あいつら、ひょっとしたら。3段階ですね。高い税率で今の10とで 8% のやつと。いやいや、 10% は維持、オール 10% 消費税は維持した状態でもまたさらに物品税、ああそれに追い打ちかける、追い打ちかける、車とか高級品、はい、時計とかもうたまったもん超みたいな、これ暴動起きるな、ほんま。それかその辺でやったらまあ文句言われるから、違う形でっていうのは考えてるかもしれないですね。車とかもね、今ね、税金取って、でガソリンやったらガソリンにも税金かかってるじゃないですか。だからおのずと自分ら税金払ってるのと同じじゃないですか、うん、でこれから電気自動車にシフトしていくじゃないですか、うん、そうするとガソリン消費しないんですよね、うん、そうするとガソリンから取ってた税金が取れなくなるんで、うん、走行距離によって税金取ろうかっていう話が出てるんですよ。うん、SDGs やな、電気自動車の二酸化炭素使えへんのに、走ったら、自動車税払ってるやん、重量税も。ガソリン入れた時の税金分が取れないんでっていうもう車乗るのやめじゃんみたいな、みんな自転車やみんなみたいな。だからそういう、 こう視点変えたところで目立たんようにこう増やしていくんちゃいますかね。まともに正面切ってやったらね、やっぱ非難されるじゃないですか。わからんとこでこっそりやったらね、目立ちにくいんですからね。ほんまに腹立つな。マスコミとかさえ騒がんかったら、まあそのままさーっと流れていってしまうっていう。知らん間ね、もう上げてしまったら勝ちやからな。だからそういうのを狙っていくんちゃいますかね、この透明はね。上げたら勝ちやからな、あいつら。俺らもうあと20年後なんか生きてたらどうなってんやろな、これもうほんまにもうああもうあれでも船船舶ええよ、税金ないからな。まあ渓流代とこの前
あの通行のなんか桟橋の通行のなんかお金取られてましたよね、うんうん、そういうのだけですか。まあ、まあ、いや経由ってあれ民間で回ってるだけなんじゃん、税としてはないから。あ、孫払ってのは油入れた経由入れた時 の、 け、うん、あの油の税、経由税だけやの、うん、うん、自動車の あのなんていうの、自動車税みたいなもんないもん。車検とかもないですか。車検船舶検査はあるよ、定期的には。でも安いよ、車みたいに。なあ、ただ見に来るだけやから、うん、ある意味やっぱり漁業者がおるっていうのは保護されてる部分ってあるんやと思うな。農業のトラクターなんかと同じやろな、はい、やっぱりな、はいはい、うん、やっぱり第一産業っていうのが絡んでるんやな、プレジャーボートでも。そこは整備できてないってことで分けて、あ、まあ分けきれないですもんね。分けよう思ったら分けると思う ね。ただまあそこまでするほどの数がないんやと思うわ、このプレジャーボート自体が。それは日本がオーストラリアみたいに海洋王国みたいになってね、プレジャーボートがバンバン走り出してきたら、それは税金取ったのかってなるやろうけど、はい、検査費用やなんじゃなんじゃって、はい、船舶税やとか、はい、プレジャーボート税か、はい、とか言い出すやけど、はい、まだ数が少ないから、はい、そんな感じなんちゃうんかな、うん、ほんであとマリーラなんかがそんなことされてみんな船持つのやめて飽き出したら困るんよな。マリーナって結構第三セクターみたいなやつ多いんですよ。ああ、そっか、完全民間っていうのはないんですよ。俺が入れてるマリーナ、北港なんかも、はい、北港もあるもん。あれもともと大阪市営ですから。元は。その辺のバランスがあるから、そのバランス保つために無茶はできないわけですね。泉大津もそうやし、はい、であと関空マリーナも、あれも第三セクターなんですよ。はい、あ、そうなんですか。三セク絡んでるんでね、ボート出て行かれたら困るわけよ。はい、あれ自治体の収入になってるんでね、あれ。であと建設費とか整備も利権絡んでるからね、はい、だからまあそういうとこもあるんでしょうな。それそうと。で銀行はうるさいのはうるさいんですけどね、とにかくもう。お客さんあんまうるさくないの？あんまりうるさく言われてるところはないですね。でも逆にそのコロナでね、返済スタート始まった6月、来月ぐらいからじゃん。ぼちぼち始まるっていうところがあって、関西未来な、はい、あれ来てたで。何ですか？コロナ融資を受けた企業様へって来て、はい、搬送、何やろ、搬送、共に走る、ああ、伴走、なんて言われて、借り入れ 残額をそのまま借り換えできるとか、そうそう、そういう1億までって、はい、何を考えてんねん、こいつらみたいな。延命措置です国が旗振ってるんですまた借りろってこと？いやいや、返済大変やろと。だから今の残高分までやったら審査緩くして借り換えさせてあげるよと。ちょっと伸ばすと、ええ、まあ、延命できるじゃないですか、保証協会付きでそのまま上限で、ええ、すごいな、ええ、それわざわざ手紙で。ああ、そう、手紙で来たのは初めてお聞きしましたね。結構街頭のところは声かけたりとかっていうのはちらほら聞く。企業銀行は一切そんなこと言うときに、ええ、関西未来、すぐ、ええ、関西未来の方が親切やな、ええ、企業銀行やらしいな。てか企業さん、なんか担当者の方もなんかよう分からない。企業銀行であかんな。なんか俺もちょっと喧嘩をしてないな、腹立ってな、関西未来が死んで関西未来に全部借り換えたのかみたいな。お前とこ全部返すぞ、こっちも関西未来やみたいな。セーフィン言うてみようか、もうええ加減にせよお前らみたいな。まああれちゃんと目と鼻の先あるから余計ちゃいます、うん、せやね、もうそこやからもう聞いてこいみたいな。そうそう、そんな感じで、今行ってこいみたいな、で走、行ってきますみたいな、ちょっと離れてりゃそんな言うてこないかもしれないです。そうそうそう、電話してきても俺出えへんしな、ほんなら融資の返済来月、もう今月から始まってねんな、皆さんどうなっていくかやな。ただその借り換えしてはるとこも私のお客さんでも2、3年出てきました。出てきた、まだ出てくるかな、これから出てくると思います。出てくるよな、はい、ちょっとでも伸ばしたいよな、やっぱ伸ばしたいです。皆さん今目処がついてても今後またどうなるかわからんっていう、そういうのもやっぱりあるんで、今年返済、残り5年ぐらいになってるの、あれ計7年計10年返済ですか、うん、7年とかが多いです、ね、合計7年、はい、で2年とか据え置きにね、担保据え置きとかですね。でどれぐらいまで伸ばしてくれてんの、今の条件的に見てたらプラス10年ぐらいまで伸ばしてくれてんの。私のお客さんはそのままの7年とかでしたね。あと2年伸ばしてくれってこと、うん、ええ、だから2年スライドするっていうイメージです、ね、あ、据え置き、
据え置きみたいな形ですよね。今例えば2年経って元本利息も払わんってこと？利息は払います。利息だけ払って元本置いとくと、はいはい、うん、まあ向こうは美味しいなそれ、あいつらからしたら、利息だけ取れるもんな、そのうち全部ガシャっていったらまあ ご破産やみたいな、まあ彼ら痛まないです、もうこれなかったことにしようみたいな、国が言い出しっぺから私は知りまへんでっていう話ですよね。ありやなそれ、俺も言ってみようかないや利息だけちょっと2年払うからちょっとこれずらしてくれへんか、えって言うかな。懐具合は見ると思います。いやないって言ってな。ないっていうの信用するかどうかはちょっと微妙ですけどまあでも逆に年数元本も利息も両方払うからあと3年ぐらい追加してよって借り換えっていうのはありかもからな。ああそれは積極的にやると思いますよ。全然問題ないもんなあいつらがしたら、はいはい、だから残り5年を10年にしてくれって言ったら楽よな、6割ぐらいになるもんな返済は、でまあそのうちガシャっていったら終わりやみたいな、もう俺らも、もう伸ばすだけ伸ばす景気ええんすか樋口さん。景気ね悪なってきたな。でもなんていうんですかね、先がもう一つ先の先まで見えへんっていう、ちょっと 2,3 ヶ月先までは見えるけどもっていうところですね。でも明らかに悪なってますよ、あの末端の消費者マインドは、すっごい冷えてますよ、でも企業業績悪いってことですよやっぱ、だからあれですよね、その結局その人もなかなか今雇えないんですね、来ないんですよ、人不足やねんの、特に飲食、人なかなか集まらないですね、で今大企業とか賃金上げてるじゃないです か、だから賃金多少なりとも上げな魅力感じひんのですね、で上げてやってやっとこさ来るかなっていうところなんですけども、まあ狙った人材は今度まあぐたぐたの人が、言うとあれけどまあしゃあないかこの人でもっていう感じで入れるという感じですね、であとはあれですね、その結局今いる人の人件費とかも上げろ上げろって国とかは言いますけども、じゃあ価格に大企業とか相手にして転嫁できるかってなかなかできないんですね。できないね。大企業は平気でね値上げとかしてますけども、給料を上げたら社会保険料と厚生年金また上がるやないの。まあそれもありますしね、持っていかれるものになっていくやんかもう確かに同じことや、堂々巡りやもん、何本上げても上げて もあいつらかもっていくんやからもっと言うたってください。もう俺辞めるぞとかっていうのを声上げてもええかもわからんな、そのうち。まあ個人レベルで俺そんな騒ごうとは思わんけど、なんか言われたらもう辞めるわそれやったらって、お前ら腹も痛まんやろって、もう俺はもう辞めるもんこんなんって言いたいわ。もうだからね、まだまだ社会保険健全やった時に金余ってたからいろんな箱物とか作ったじゃないですか。そうよ、ああいうのも結構効いてきてると思うんですよね。維持費かかりますからね。処分すれやな、もう中国人に、それとか民間に売るとかね、かんぽの、宿とか結構民間に売ったりとかしたじゃないですか。変な箱ばっかりいっぱい作って使いませんよな、もうばっかりな、箱一回作ったら維持せなあかんし人入れて運営せなあかんしっていうので、そんなこと考えてないよなあいつら、予算使うだけやもん。別にそれでマイナス出てもまあ変なし関係ないですよ、自分の金取らされたね。ほんまにな、もう民間ボロボロなって言ってるわこれ、ちょっとな。でもほんま景気はだいぶ悪なっていってますよやっぱり。だから今までええとこもよかったっていうか、そのなんていうか全然別のところで二極化の中の英語の局におった人たちもちょっと弱ってきてんで、やっぱあんまり、新しいもんが見えへんってことやろな、どっちかって言ったらな、で製造とか言われてるのはパーツがやっぱりね入ってけへんでしょ、入ってけへんと。10点あって10点あって初めて自分のとこ収めれるのができるのが1点だけけえへんとかね、そういうのもやっぱり多いらしいですね。まあ、だから製造も部品点数多いような製造はしんどいもんな。しんどいですね、車とかも依然としてね、あの納車期間すごい伸びたままじゃないですか。でもトヨタは過去最高益とかまで言ってるもんな、
まあでも絞りに絞ってやってるよなみんな。まあトヨタとかは散々周り泣かしてるんでな、周りは怒ってると思いますね。なあ、お前そんだけ目的になったらうちらもっと流してこいよって思ってると思いますね。あ、今日ヒグさんさっきこれ聞いたと言うんだけど、はい、日経3万間近やったら、ああ、はいはい、2万9940円からええー、と思って、ま、3万超えるかなあれ。超えるんです、ね、3万超えたらちょっと火ついていきそうですよね。ですかね。何がよくて3万超えてくるのかな。これでいくんちゃいます。やっぱり疑心暗鬼の層も結構いますから、やっぱ上がりすぎたらあなんかおかしいって言ってまた下がってっていう繰り返しちゃうんかなと思うんですけどね。当面不安要素が大きすぎじゃないですか。大きいなこれ、世界的にね、うん、もう何が何やらさっぱりわからんようになってるもんな。で今までのトレンドでは考えられへんことがね、うん、原因で動くじゃないですか、うん、原因なんかいい例ですもんね、うん、ロシアがちょっとね絞るとかって言ったらガソリンバーンといきなり上がったりとかね、うん、普通にしてますからね。今レギュラー160円ぐらい ?168 円9円ぐらいですね。70円か、考えられんな、120円とかやったもんな。そうです、経由欄って70円とか80円で時代あったもんな。100円なんかずっと行ってなかったですかね。今は経由で140円ぐらいですからね。何もかも上がってるもんな、こう考えるとやっぱ、で160円超えたら国が補填して160キープするって言ってたんですけど、もうそれも取っ払われてしまいましたね。もう行ってこいになったもんな、そりゃ軽自動車売れるよな、軽自動車とかやっぱ電気に。いや電気は知らんけど、ゆめさん軽自動車乗ったらもう普通車乗れんで、便利良すぎて、はい、軽良すぎて、日本の軽がすごいって言いますか、ゆめさんも軽にした方がいい。中広いし、こんな大きい車の乗ろうかっていう規制は普段は、軽がいいよ。これなあ最近ばっかもなんもこれも税は上がるし物価は上がるし、物価も上がりそうやもんな。上がりますね。上がるな、これで終わらんな。海外とのね差が激しいんで、やっぱりインバウンドで外国人が入ってくるとやっぱりそれにつられて余計目につくわな、そこが、はい、今すっごい来てるでしょ、だからそこつっててわーっと来てるじゃないですか。そうするとやっぱりおのずとね混ざってきて平均化されていきますわね、世界的なところと。だから年金が伸びひん、年金受給額が伸びひんかったらちょっと高齢者しんどいよなこれ、物価ずっと上がっていくとな、また6月電気代また上がるってやってたやろ、関電はでも R クーチャー入ってなかった、ね、入ってなかったな、なんで原発がちゃんと動いてるからじゃないですかね。止まってないでしょ、なんか企んでんのちゃうんか。一番えぐいの北陸電力やったっけ。いや沖縄です。沖縄か。沖縄4割超えてました。4割上げられたらどう。真面目な話きついですね。事業所、事業所はきついですよ。工場きついです、ね、だって毎月10万円払ってたところが14万になるわけでしょ、100万払ってたら240万でしょ、電気代。ある程度規模やったら別ですけども、2,3 年でやってはる、2,3 年でやってはる工場とかやったら利益下手したら吹っ飛びますよ。吹っ飛ぶわな。北陸電力も 30% 超えとったな。超えてましたね。あと北海道、沖縄そんなん、沖縄の人怒るんちゃうの。ねえ夜店ずっと開いてるけど沖縄って、もうみんな電気消しちゃうんじゃないですか。電気消して家帰って寝るっちゃう。沖縄の人早起きになるとかな、夜中酒飲んでるのに、もうそのまま健康になってええねんけどな、みんな電気使えへんようにしてええねん、もう、ろうそくとかな、ボイコットやなもう、あんなあげなあかんか、江口さんあれいじめやろ。あれですよね、その今までの原発でもう動かしてないやつの維持費も乗っけてるって話じゃないですか。だから自分らの経営の失敗の部分をつけ回しきてるってことですね。あれ普通国が助けなあかんのじゃないですか、あんなもん、インフラやのに、電気代4割上がるってそれ放置やろ、いやー考えられへんわ、むちゃくちゃな世界な、ガスも地味に上がってるからね。そうですね、ガスも水道も上がってるみたいですよ。まあ地域によるんでしょうけど。お手上げやもん。まだ2年ぐらいなんか上げていきそうやな、いろいろあんじゃ、あれじゃこれやあれやこれやと。
そうですね、建築資材とかめちゃめちゃ上がってるらしいですね。上がってます、めっちゃ上がってます、吸収しきれんって言ってましたよ、その吸収しきれん、しきれんっていうよりも入ってけえへんのもあるし、納期間に合わんのもあるし、人もおらんって、人がおらんっていうのかな、で職人、人工の人件費上がってるからね、上がってますね、だから人集められへんっていうね、まあ、人件費上がるのはええことなんでね、別に、それ物価に反映すりゃええだけの話なんやけん、家も高鳴ってんのかな、あんだら高鳴ってると思います、高鳴ってるよな、当然な、はい、1.5 倍は材料費上がってるもんな、間違いなく、上物もそれで高鳴ってますし、あの地面も高鳴ってるじゃないですか今、だからダブルパンチですよね、下手したら2倍ぐらいになってると思うんだけどな、で不動産融資締めてるしな、銀行は、でも売れてるんですよね、売れるところはね、いやー、むっちゃしんどいですよ、業者今、仲介業者、市内のマンションも乱立してるじゃないですか、だからタワーマンとか、その特別な物件ですよ、要は融資受けんと買える人たちが買ってるんですよ、2億3億とか、で投資物件で我々のやってるやつでやっぱり融資ありきで来るんでね、1棟は1億とか2億とか、融資が出てけへんのですよ、締めまくってて、だからこれ、居住用の住宅ローンやったら降りるんですけども、あれですよね、事業の部は締めとるわけです、ビルアパートローンな、いやだいぶ締め付けてきてるね今、だから小型ですよ、動いてるのはもう3000万までのちょっと小型の収益、地方のね、ああいうのは現金で動くやつはポン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 動いてるけど、やっぱりもう8000万ぐらい超えてくると融資組まなあかんやつはほんまことごとく、だ担当者みんな泣いてますよ今、銀行さん担当者が知らんからね、そんなこと、で結局でやっていったらあれ出せこれ出せこれ出せで本部からあれもこれあれ出してこれ出せって言って結局どうもならんようにされてしまってる、ちょっと不動産はちょっとそんなにこれから難しいんちゃうかな、伸びてくんのも、まあ銀行もいずれ出さなあかんもん、あれ閉めとったらあいつら商売にならんもんね、半年も続かんと思うけどな、そんな閉める国の意向もあるんですかね、国の意向ですね、バブルの頃それでわーっと貸していってバブル弾けたじゃないですか、今地価とか上がっていってるじゃないですか、そういう助長させたらあかんっていうので、まあまあ財務省やろうけど、まあその金融庁になってくるんやろうけど、でもバブルの頃と比べたら月とすっぽんやね、今樋口さん、あの時の金額知ってるでしょそんな今可愛いもんですやんけ、そんな確かに、今ぐらいがちょうどいいぐらいちゃうんですかね、これ以上行くとあんまり良くないやろうけど、今ぐらいでじゃあんまり安いっていうのも外需に買われてまうしな、今度は、そうですね、片っ端から、あんまり安すぎても買われるし、銀行が閉めるちょっと商売なんと思うんだけどな、あの人ら銀行もあれですよね、収益体制とも変わってきてるんで結構締めにかかってますよね、店舗も統廃合して、ATM さえなんかもうなくしようとしてますからね、で人もどんどん切っていってるじゃないですか、でも手数料稼ぎですもんね、完全にね、依頼のなるよな、あんな手数料ばっかり稼いで、